はい、メガトン級武蔵体験版やっていきましょう。まだ体験版だよ。体験版って言っておきながらどのくらいまで進んでいるのか、じゃあ森下電機行ってみましょうか。じゃあこう、はい、クジャクに入れるようになりました。森下電機行けっつってんだろ。ショップ、あ、すっかり忘れてた、メガトンコイン。毎度どうも。自慢のクジャクセレクション見ていく？ローグのパーツやコックピットアクセサリーなど、赤城町にはたくさんのショップがあります。それぞれのショップで扱う商品は異なり、物語の進行において品揃えにも変化があります。また特定のアイテムを集めることで、別のアイテムと交換できる特殊なショップもあります。一度発見したショップはメインメニューのショップアプリからも、利用することができます。はあ、ショップアプリね。はあ、そこも出るのか。今お金が、1870円、武蔵ボディが、1200円、円で数えるんです。赤いね。ミスリルスターレッド、アイアンソード、ダブルブレイド、ヘビーメタルナイフ、いいね、ドリルクラッシャー、フォトンリボルバー、ガトリングブラスバラスト、コントロールショット、リボルバーカー、ね、ここまでが今のところの初期段階ですね。あ、ちゃんと所持数、所持数書いてあるな。所持数ってやつ。ドリル、あ、ドリル3つ持ってんだ。掘り出し物は見つかった？よければまた来なよ。はい、背景だ。古着って言っても新品同様のものも大切に使ってくれてるっていうことなんだよ。じゃあもうとっとと行きますか。結構長いことやってますからね。いらっしゃい。君が新入りパイロットだね。南司令から話は聞いてるよ。町の電気屋さんは表の顔でね、裏ではローグのパーツの研究開発をしてるんだ。ここでもパイロット向けの裏商売ってやつか。ああ、ここでパーツの性能を向上させ、ローグのパワーアップも可能というわけだ。君にレクチャーするように言われていてね。早速始めよう。へえ、研究所でパーツの、研究開発ができるようになった。武器やパーツの追加効果、スキル、入手した武器やパーツにはスキルと呼ばれる特殊な性能が備わっていることがあります。スキルは、開発の過程で付与できるほか、増設ユニットで、セットすることが可能です。また開発時にアシストマテリアルを投入すると任意のスキルを付与、できます。あーほーんほーん。どうも、最新の家電から古い家電の修理まで頼れる町の電気屋さん、森森。いらっしゃい。価格じゃ量販店にはかなわないけど、顧客満足度が高いのがうちの強みだよ。あんたは森じゃないんだ。あるね、あるね。いらっしゃい。あ、じゃ、違う。あんたじゃない。やったぜ、メガトンコイン。やあ、どうも。新しいパーツの開発かい？存分に研究所ではローグのパーツや武器に関するいろんなことが行います。開発では、素材と費用を投入して新しい武器や、パーツを作り出すことができます。アップグレードではレジェンダリー以上の装備ランクを上げることが可能です。はあ。不要なパーツは分解することでリサイクルジャンク、クレジット、各種マテリアルが手に入ります。増設ユニットがあれば増設ユニットセットで、武器やパーツにスキルをセットできます。ユニットリビルドでは、不要な増設ユニットを再構築して新しい増設ユニットを生み出すことができます。リサイクルでは、分解などで入手した素材で、武器やパーツを開発することができます。あ、レジェンド以上のグレードをアップさせるっていうことが できるっていうのはいいですね。じゃあ開発、指定開発。お、新しいな、マウンターポリス、ポリス系ですね。ポリスですね。
パーツランダム開発、開発までにやるんですよって見せてます、はあ、こんな感じですか。ないアイテムがありません。分解結構溜まってるから所持数さ。コモレア相当できる。設定じゃない。なんで？ランク順って書いてある。あ、そうか。レアリティじゃない。あれレアリティだ。で間違えてた。わかりやすい。あー属性ってこれか。破壊、氷、炎。ランクも低いし属性もあります。増設ユニット、ポリスボディ持ってたの？いや違うか、新しく作るってユニットを、なんかできる。あれどこ行った？じゃあこのコモのやつをとりあえず試してみましょう。はあります。あー110円使う。はい、あんこも、うん、微妙リタイプ。ボディボックスない。あー、このままカスタマイズに行けるんだ。はい、わかりました。ありがとう、森下さん。命を預けるローグのパーツだ。自分でいじってこそ一人前のパイロットってもんだ。確かにね。それじゃ、いつでもおいでよ。はい、いつでも期待です。家へ帰ろう。ようやく終わりかな。住宅街、西口。ようやく体験版にも終わりが出てきたかな。シロはまだ喋ってない。安い。安くていいじゃん。入れねえし。クソが。安くて早くて安心がいいじゃん。ねえ。終わったー。唐突に終わったー。いやー、やっと終わった。はい、というわけでですね、メガトン級武蔵体験版はお楽しみいただけましたでしょうかということで、まあこれだけでもだいぶボリュームは多い感じでしたね。体験版といえばですね、もう今はもうこうやってね、バンバンと体験版、ネット配信で体験版とか出せるようになったんですけども、体験版を出し始めたのはどのくらいかな、プレイステーションあたりかな、
そうだな、プレイステーションあたりですね、ちょうどその頃プレイステーションでは、ね、あのゲーム会社の方があのゲームの雑誌ね、ファミ通と、ファミ通じゃなかったな、最初はファミ通じゃなかったな、電撃プレイステーションとかもうその専門誌の方が、体験版のディスクなんかを出してたりして、あとですね、プレイステーションなんかも、ソニーなんかも、プレイステーションクラブとか、そんな感じの、会員系の、あれで、その体験版を配布してたりはしましたけどね。しましてね、結構物理的な感じでね、体験版配信してましたね。中にはやっぱり開発中のやつで、製品版と大きく、違ったりして、あとまあ、こういうの開発してますってムービーは出たんですけども、結局、企画がなくなったのか、結局発売、されなかったものとか、いろいろとありますからね。ありましたからね。それに比べると、この体験版、もう今ではもう体験版はもう当たり前っていう感じになってますからね。で、まあ、こういうボリュームも、レベル5なんか積極的に、そういうのやってますから、そういうのやってきてますからね。レイトン教授なんかも、3DS、DS 系なんかで出てたにもかかわらず、その DS の、企画でちゃんと体験版、ね、レベル5の体験版、ゲームが詰まった体験版なんかも出してましたからね。まあ、ボリュームが、最近の体験版はボリュームがあること。で、メガトン級武蔵なんですけども、ね、戦闘の迫力ね、爽快感はまさにいいですね。射撃武器の使い方をすっかり忘れ、この短時間ですっかり忘れてしまいましたけど。いや、待った甲斐がありましたね。2016年から、私は発表の当時から、この発売日まで、待ち望んでましたからね。玩具展開なんかも。ね、玩具展開は、まあ、歌コントローラーだけ実現しなかったのが残念だったかなと。それ以外は、まあ、ギリギリ、商品化された、商品化されましたし、今後の展開次第ではやっぱ、プラモどうかな、個人的にはもうプラモも出してほしいんですけどね。プラモとかも、あれ、ダンボール戦機のようにガンガン出してほしいんですけどね。今それ叶わないのかな、ゲームの方なんかもね、初期の PV とは、キャラクターがもうガラッと変わったり、まあそんな大きくは変わってはないんですけど、性格面とかね、そこら辺ガラッと変わって、でちょうどテレビアニメがやり始めたところは、ちょうどね、ゲッターロボアークがやってた、終わった頃でしたから、いいところで、そのゲッターを、がなくなって、ちょっと寂しくなったところへ、いい感じに入ってこれたんじゃないですかね。で、そっから、どん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 、ね、視聴者の心を掴んでいったりして、で、ゲーム発売となれば、ゲームの方もね、爽快感のアクションで、爽快感のあるアクションだったり、ね。ただちょっと、ロックオンに関してはね、ロックオンに関しては、ちょっと外れてしまうんですが、ここら辺製品版ではどうなんでしょうね。まあ、体験版ですから。体験版なので、もうこんなもんでしょう。アップで、製品版はね、アップデートとかいろいろされてますから。おっとっと。製品版どうしようかな。これ続けていく、まあ続けてはいきたいですけど、まあ製品版をやるのはもうちょっと様子見になるかもしれないですね。他にやりたいものとかいろいろありますから。多分、日記が始まる頃に手出してるかな。
と思います。さて、じゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。とりあえず、この、また次回ということで、一旦終了させていただきます。それではまた次回バイバイ。ツイッターじゃないわ、チャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いします。